AJ ユナイテッドヘディングでしか止めれない鬼のフリーキック対決。これ、鬼にはさ、いい思い出ねえんだよ。前とでも、今回、めちゃくちゃ先輩多分得意だと思います。何？ヘディング。ヘディングで全部止めなきゃいけない。体とかボディ、手、足は使ってはいけません。え、ちょっと待って、それ俺有利すぎないか？ちょ、マジでさ、俺、全然頭に当たっても何も痛くもなかったりとか。確かさ、俺さ、あんま恐怖してないわけよ。先輩さ、めちゃくちゃ石頭なんだよね。たまにさ、先輩とさ、頭さ、バーンって当たる時あるじゃん。なんか、準備したりすると、めちゃくちゃ痛いんだよ、俺。風呂場の角に頭一回、昨日とかに一回ぶつけたんですよ。じゃあ最近すぎない？けどなんかすげえドンってでかい音鳴った割には俺全然痛くなくて。だから風呂壊しってことよね。風呂壊しじいさん。あ、ていうかばあさん。マジで俺頭固いんです。やってみます。待ってさ、ドン。いいよ、グーでも。あ、マジで。あ、じゃあそういうのはダメだって。おかしいじゃん。おかしい。あ、ちょっと突起物はちょっと戦隊恐怖症ですということで、実際にやっていくんですけど、勝っちゃうかもしれない。1人20球、10球交代でそれを2セットやります。準備の方がいいでしょうか？だって頭しか準備するもんねえじゃん。はい、もうできてます。頑張りましょ う。この企画だけは負けらんねえよ。神谷さん、サッカーマシン用意しといて。割れるわということで行きましょう。チャレンジスタート。先行高校じゃんけんってやつか。なわけねえだろうが。耳取るか鼻取るかどっちがいい？じっくり選んでいいよ。俺はじゃんけんに しとくわ。大将がじゃんけんやったら俺もじゃんけんでいいよ。はい、はい、俺パー出してんだけど、ずっと出てないじゃん。いや見てよ、それ高3じゃん。ん？ダブルパーや。どっちがいい？あ、選ばせてくれるの？おう、高校でいくわ。ってことは俺から蹴っていいってこと？あ、ちょっと待てよ、ヘディングの方は自信あるわけよ、蹴る方より。俺先行でいくわ。ちなみに追加ルールなんですけども、ヘディングで止めたら2点プラスです。え、いいの？そのルールつけて、トレーニングしてきたんで。ヘディングの、はい、ということでやっていきましょう。先行で先に行かせてくれ。オッケーです、オッケーです。ちなみに GoPro に当てたらマイナス5点です。マジで当てそう。1球目試しにあれやってみるか。試しにあれってなんで。しゃー、あんぐらいはヘディングで来るか。2点獲得。はいはいはい、オッケーです。いきます。うわー、よし、低めの弾丸。おい、GoPro怪しかったぞ今。うわ、よし、 GoPro のこと全然気にしてなかったかもしんないわ。怖っ。ただいいぞ今のは。3球目。え、どこ行った？バーバーバー。あ、消え、消えたかと思った。まあとりあえず消化だねこれは。やべえ、狙いすぎた。恐怖心に勝て。で5球目。うわあ、うわあ、いやあ、恐怖心に打ち勝てよ。さあ6球目。よし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 。3点。ちょっとなんで関係ないとこで走らされなきゃやんないんだよ。さあ次7球目。あ、やばっ、あ、やばっ。よし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 。8球目。やーべ、やってた。オッケーオッケー、全然枠外で全然いいんすよ。おい、マジか。決められ低いので決められるよりはいい。まあまあまあ、よし、くそ無理だ、追いつか。よし、くそ無理だ、追いつか。でーラスト。あー、やべ、やってた。うわー、あー、やべ、やってた。うわいやー、点入れちゃったよ。いて、いて、6、4だ。じゃあいきますよ。はい。オッケー。オッケー。え、ちょっとライン割ってませんでした今。遠目に見てくる。いやー、ちょっとふわふわしてきた。副作用あるかも。なあ、なあ、全然違いますね。先輩、体当たったからね。体当たったらダメだよね。ダメです。いや、頭にピンポイントに当てないと。低いのいいな。よし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 、これちょっと飛ぶのむずいな。4本目。よし、よし、ちょっと当たんね。高めを狙えばね。やばいやばい、当たんなかったら石頭も意味ねえ。おお、今 98 98。うわー、まだ1点負けてる。いやいや、むずい。どういう意味で頭を置きたいの？低いの絶対むずい、これ。
あ、たけ、あ、くそ、たけー、うわ、やーべ、またよしよし、あの高さだったら絶対ヘディングできないはずなのに。よし、行きます。うわ、よし、うわ、よし、追いつかれた、来たぜ、重々重重、ここ止めれば勝ち。勝ちではない、折り返し地点、点決めて有利で終わろう、はい、オッケー、マジか、入ってんだ、よしよしよし、オッケー、マジか、入ってんだ、よしよしよし、取れ、よかった。今のコースさ、手で飛んでも取れないから、頭は多分無理だな。やべえ、まだ頭残ってるもんな、さっきの。俺全然残ってないよ、やば。だからもう11球目ってことだね。はい、うわ、あれ、もう低いの狙ってっから。よしよし。よしよし。今でもさ、ジャンプしたらワンチャンいけたよね。いや、多分全然いけたと思う、今。怖えって。よし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 。12球目。あ、やべ、やった。枠外もったいなすぎる。確かにね。なんで俺関係ないで俺疲れなきゃあんない。あ、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 危ねえ危ねえ、ちょっと飛び込むわ、うわっ、うわっ、うわっ、恐怖心に打ち勝つんだ、たけー、きた、あ、よしよし、きた、あ、よしよし、もうちょっとで当たってたな、あれ、踏み込めちゃった。16、よし、17対16、来たぞ。あー、やっちゃった。オッケー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 。マイナス5あるからね。うわ、ラスト。いやー、いやー、18対16だ。じゃあラスト。行きます。よし、強すぎでしょ、ヘッダーついてんじゃの人。いや、絶対勝てるすぎ。22対17、これはいける。オッケー、鉄壁だ。24対17、あれ、か5、6、7、8、9、10、あと6点分あるんですよ。で、今何、24で17、あった、勝ってる。僕の存在が君に、あとちょっと6点分いきます。OK、よしよしよし、いやちょっと低く飛んだ、よしよしよし、いやちょっと低く飛んだ、全部最後決めてもらおう。いや、これ楽しいぞ。いや、楽しかねえよ。よし、30、強すぎるんだけど。あと2、はい、よし、ラスト、バカ強えんだけど、あのキーパー。え、しかも本当に痛くないんだよな。したことはできないけど、目いっぱいに膨れ上がる。